皆さんこんにちは。プロレス観戦動画を上げているアイムです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日は2023年12月1日に後楽園ホールで開催された東京女子プロレスの興行ですね。東京女子プロレス誕生10周年記念興行 We Are TJPW の大会全体の感想を話していきたいというふうに思います。で、この大会配信で見たんですけど、ちょっといろいろ事情もあって配信でプロレスを見ていくことが多くなっていて、てるんですけど、まあいろいろ見ましたし、年末年始とかね、まあ1月もうそろそろ終わりますけど、いろんな大会見てますので、ここからまたいろんな配信で見た大会話していければなというふうに思いますので、まず第一弾として聞いていただければなというふうに思います。では目次ですね。もう大会全体について10周年に関してですね、未来もの見せつく懐かしさもというところで、もう本当にいい興行だったんだろうな、行きたかったなって。動画も配信見ながらずっと思ってたんですけど、はい。まあ、その話をしてできればなと思います。で、2番目がマックス・ジンペーラーという東京女子の力という、マックス・ジンペーラーの、まあ、良さだったり、優しさみたいなのがこの大会見えたなと思います。で、3つ目が、まあ、この配信の中で印象に残った試合だったり、シーンだったり、技について、ちょっとざっくばらんに話していければなというふうに思います。では、1つ目ですね。東京女子の10周年は未来も見せつつ懐かしさもというところで、まあ、10周年記念ということで、いろいろ良かったなと思いまして、まずこの大事な大会での、前説でアップガールズ、カッコプロレスか、アッパーキックという、僕も好きなんですけど、もう、なんですかね、アップガープロレスの、なんだろう、大事な大会でこれみたいな曲をやってて、もう、いいな、それからもう素晴らしいなと思ってて、その後、まあ、いろんな大会があった後に、まあ、試合があった後に、まあ、最後ですね、みんなリング上に上がって、みんなで、坂崎ゆか、卒業する坂崎ゆかが仕切って、ありがとうございましたと言ったんですよね。で、まあ、これからも東京女子プロレスをよろしくお願いしますって言った後で、ありがとうございましたと言いましたと。で、今年、まあ、2023年か、去年か、去年の東京女子の大会って、ビッグマッチでも、みんなでありがとうございましたって、2022年までやってたことをやらなくなってたんですよね。で、そのみんなで、そのカーテンコールみたいにやることが結構2022年は恒例だったんですけど、2023年はやってなくて、プロレス団体としてそういうことを減らしていくようになってきてるのかなと思ってましたと。ただ大事な大会なんかなんだなんですかね、まあ、全部だ大会全部多分大事なんですけど、まあ、この大会ではみんなで抗ってありがとうございましたって、よく東京都市の表すときに多幸感って言葉を使う人もいるんですけど、この多幸感がある大会だったなというふうに思いました。もうたまらん興行だなと思いましたね。で、まあいろんな試合良かったんですけど、やっぱ何よりも、まあ、10周年らしいメインイベントが良くて、なんかこの間、この試合だけはね、YouTube に無料で配信というかアップされるっていうことで、去年のなんかベストバウトに、登場シーンの中でいい試合だったっていうふうになってたので、でも出ていると思うんですけど、なんだ、第一世代で第二世代って言葉いいかわかんないですけど、登場女子で中心となってる人たち、中心となって戦ってきた人たちと、これから中心になるであろう人たちですね。全員、中心だった人たち、中心の人たちは、プリンセスオーザ、体感したことがある人たち。それ以外の人はない人たちということで、まあ、中心は山下美優、中島翔子、坂崎優香、辰巳梨花、水木という5人。で、これからの人たちとして、渡辺美優、荒井由紀、鈴芽、宮本萌歌、遠藤アリスと、この5人。この5人っていうのも結構、やっぱいいな、というふうに。でこの10人のタッグマッチで60分3本勝負という3本っていうのもミソですよね。まあ、先に2本取った人たちが勝ちというような形式でした。でもう最初からですね、もうたまんないあったんですけど、もうエモ煽り PV ですね。まあレスユニバースで見てるので見れる方は見ていただければと思うんですけど、煽り PV も良かったですし、メインイベントで10周年ってこともあって1人ずつ自分の入場曲で入ってきたんですよね。はい。でも、まあ、僕はエンドアリス推しなので、やっぱエンドアリスの曲が流れるの嬉しかったですし、5日後に卒業する坂崎優香選手の入場曲ですね。はい。もう、たまんないっすね。はい。あいや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 いみたいな曲なんですけど、とても良かったな。で、まあ、1本目の結果驚きでしたよね。はい。エンドアリス選手が中島翔子選手から7分20秒で丸め込みで取ったんですよ。体重かけて。で盛り上がってたんですよ。画面越しでもわかるぐらい。もう、やっぱ遠藤アリス選手、まあ、スズメも含めた、そうですね、デジモンに対して、やっぱみんな期待してるな、今でもやっぱ期待してるな、というふうに思っ
ってますね。はい。で、この日印象的だったのはもちろん、エンダイスが1本目取ったっていうのもあったんですけど、渡辺美優選手の打撃が、なんか前よりもっと強烈になってるなと思ってて、あの、パンチだったり、ハンマーだったり、はい、なんかもう、いてーみたいな、はい、ことを感じさせて、パワーがどんどん増してるなと思いました。で、まあ、この後ですね、両国で挑戦、メインに立つということもあって、あ、やっぱ鍛え直しているというか、やっぱそこが、メインに立てる力がついてきてるんだなというふうに思いました。両国のですね。で、そんなこともありつつも、その東京女子らしい関節技5人でつながるとか、その5人同時に関節技を決めて、もうシャッターチャンスみたいなシーンもあって、これも良いなと思いましたし、ミラクリアンズですね、もともと組んでた中島翔吾と坂崎優香の連携も見せて、いい試合だなというふうに思って見てました。で、試合後のみんなでありがとうございましたというところも含めて、たまらなかったですね。で、その後、ありがとうございましたで締めた後に、昔のテーマソングですね。今のちょっと壮大、ドラクエですよね。ドラクエの作曲者が作ったやつではなくて、なんか、ハイテンションというか、テレレレテレレみたいな曲があるんですけど、それが最後締めで流れて、まあ、好き、この曲いいよね、あらたまた思いました。多分、大会中だと引き分けの時ぐらいかな、まあ、流れてるかなと思うんですけど、あんま聞くこともないので、改めて昔のメインテーマもいいなと思いました。はい。まあ、こんな日もあるなと。やっぱ、東京女子らしい大会っていうのも、その区切りとしてあるんだなというふうに思った。っていうのが全体的にも、まあ見てて、いい大会だったんだなというふうに思いました。で、二つ目ですね。マックス・ジンペーラーという東京女子の力ということで、セミファイナルの、プリンセスタッグ選手権試合もとても良かったなと思います。このタイミングで王者だったのが、ノア・ヒカリとカピタ・ナホの、フリー Wi-Fi に対して、まあ、今年2回目、2023年2回目の挑戦ですよね。マックス・ジンペイラーと原宿フォームのコム・ペイラーが挑戦して、前に見た、なんですかね、原宿フォームの、なんとかジャスティス。あれ原宿フォームの必殺技を、ウェストランド・ウォー・ジャスティスか。フォームド・ジャスティスっていう技が原宿フォームの、まあ、必殺技なんですけど、それに、なんですか、マックスが持ち上げて落とすという技で、ウェストランド・ウォー・ジャスティスっていう技があるんですけども、この必殺力すごいんですけど、まあ、この二人が改めて挑戦をして、その技だけじゃなくて、なんかラホーレ原宿っていう原宿フォームの技があるんですけど、それで、マックスを投げて当てるっていう連携技も良かったなと思いますし、まあ、ノア・ヒカリですね、今ちょっと休業入っちゃいましたけど、が、マックス・インペーラーをブリザード・スープレックスで投げたんですよ。まあそういうシーンも力強さもあって、登場者のリスペクトをマックス・ジンペーラーは出してるなと思いました。はい。で、最後の締めの時にマックスも、エンジンに入ってですね、ありがとうございましたの。なんか、それも良いなというふうに見てて、思ったという感じです。はい。他にも、フリー Wi-Fi のコスチュームがなんか、ノア・ヒカリと、カクテナーがお揃いで、ひらひらの、お揃いの花みたいなのもあったりして、結構、いいなと思って見ていました。はい。まあ、試合としては、長くとなおですね、試練会で12分13秒で勝利したという形になります。で、まあ、最後ですね、ちょっと軽く印象に残ったシーン、試合とシーン、技ってことなんですけど、ランダム狂気マッチがあって、まあ、なんか、ランダム狂気マッチでタイトルだけだと、ちょっと、なんていうんですか、怖いなと思いつつも、まあ、その中身が枕とか、東京女子っぽい、ちょっとほんわかしてる感じなのも見ててよかったなと思いましたし、あとはそうですね。まあ、そのランダム狂気マッチっていう、その東京女子らしい、はちゃめちゃな試合形式もあって、この試合は見てて楽しい、なんか落ち着くなと思う試合だったので、よかったら見ていただければな、というふうに思います。はい。感じですかね。いろいろ話してきましたけど、本当に、いい大会だったんだろうな、というふうに思います。まあ、未来、これからの、5人の可能性を見せつつも懐かしさだったり、今もうこれが最後、まあ坂崎優花選手の卒業前最後のまあ大会、1個前の大会だったので、まあ見れなくなるものだけど懐かしさもあって、ちょっとみんな噛み締めようよみたいな、もう良かったなと思いますし、マックス・ジンペーラーという外国人選手としてとても強い魅力のある選手が東京女子で戦っているってこともいいなと思いました。ところで
この大会配信で見てよかったので、よかったらレッスンユニバースで多分見れますので、よかったら見れる方は見ていただければな、というふうには思います。それでは本日動画は以上となります。また次の動画でお会いできれば幸いです。それではさよなら。